メキシコシティメトロポリタン大聖堂メキシコのカトリックではメキシコにおけるローマカトリック教会について記述する。現在では全人口の約91%がカトリック信徒であるとされる。スペイン語圏においてメキシコは最もカトリック人口の多い国である。メキシコでのカトリック教会の歴史はスペイン人入植に始まる。教皇レオ10世は アステカ帝国に宣教師を派遣することを決め、彼らはセビリアからメキシコに出発した。その後は先住民にも布教活動が進められ、抵抗する人々は虐殺された。たとえ先住民が回収しても、スペイン人たちは彼らを対等には扱わなかった。20世紀になるとメキシコのカトリック教会は苦難の運命をたどることとなった。 1924年に大統領となったプルタルコ、エリアス・カリエスは無神論者であったことから明確に、反カトリックの政策を実行し、教会や神学校を閉鎖しようとした。これに、カトリック信徒が抵抗したことから、カリエス大統領は軍隊を出動させる決断をして、流血沙汰となった。これは後にクリステロ戦争と呼ばれるようになった。30年代にも教会が、 国家権力に対して介入してくることを嫌がった。ラサロカルデナス大統領は、教会財産を国有化すると宣言した。これに対して、シナルキスタという親カトリックの組織が作られ、大統領に抵抗した。ちなみに、英国の小説家、クレアム・グリーンはこの時代を舞台に、権力と栄光を書いた。教皇ヨハネ・パウロ二世は百七十九年、九百九十年、 1993年、1999年、2002年と5回もメキシコを公式訪問している。ありがとうございます。